こんにちは、ひろかです。はい、ということで今回はミラ応援と自由とファミマとフルーツオブザルームとかなんかもういろんなところでいろんなものを買ってきたので、そちらの紹介まとめてしていきたいと思います。ということでレッツゴー。はい、ということでまず1点目は今来てるんですけど、いただき物なんですけど、こちらのフルーツオブザルームのルームウェアでございます。春のルームウェアです。こんな感じです。涼しいし規制めっちゃよくてテロテロなんですけど、そんななんかめっちゃ映るわけでもなく、まあ映ってもいいんですけど、お気に入りのここです。 S と M あって M なんですけど、ちょっと M やったら大きめなんですけど、動きやすいしめっちゃ可愛い、めっちゃお気に入り、も大活躍です。私もこれめっちゃ着てます。すでにこんな感じのワッフル生地になってて、なんかね、めちゃくちゃ肌触りもいいし、めちゃくちゃ着心地がいいのですっごく気に入ってます。次が、あ、これインスタ見てたら出てきて、え、めっちゃ可愛いやんと思って見たら、まさかのウィゴやったんですけど、めっちゃ懐かしくないですか、ウィゴ。まさかまた買うことになるとは。こちらのアミアミを買いました。私こういうのめっちゃ欲しくって探してたんですけど、まさかの激安2000円でゲットできました。ということで一回ちょっと着てみます。じゃん、着てみた感じがこんな感じです。ロンティ着てるんですけど、これ夏でも着れるし、半袖の T シャツとか着て上からこれ着てもめっちゃ可愛いし、全然これからいっぱい着れるなと思って、めっちゃ可愛くないこれ。下に今緑のピスタチオみたいなパンツを履いて合わせてみました。これで2000円やから、ほんまにこれ買ってよかった。これはサイズがワンサイズだけやったんですけど、この商品今 ZOZO でタイムセールしとって、もともと2000円なんですけど今ネット見たら1698円になってます。私が買ったより時より安くなってるわ。これがフリーサイズでいろんな着回しできるからめっちゃ使えると思うんですけど、これ着るだけでめっちゃおしゃれになれるし、いろんなものとレイヤードして着ていきたいと思います。夏でも着れるし、今からのこの春でも着れるし、あと色が白とオレンジと青もありました。全部可愛かったんですけど無難に黒にしときました。いっぱい使い回そうと思います。ここの線とかも可愛いですよね。ボーンレスハム、今これ白着てるんですけど、中に着るの何色でも合うと思うんですよ。で、中にカラフルなのとレイヤードしてもめっちゃ可愛いと思うし、これ重ねるだけでおしゃれになれるなって感じ。ピンクとか着ても可愛いし、半袖でそれこそこれからの季節夏半袖で着ても可愛いし、何でも合うと思います。めっちゃ可愛いこれ。他の色も買ったらよかったかも。丈が結構長めなんですけど、はい、ということで次が GU です。じゃん、こちら GU で買ったスリムテーパードアンクルジーンズです。これもカラー展開4色ぐらいあったんですけど、こちらのカラーにしました。私結構なんかフレアデニムが好きで、キュッてなってるものあんまり持ってなかったんで、あ、買ってみようと思って買ったんですけど、試着した時にすごいいい感じだったんで買いました。安いし。こちらがブルーの S サイズの2490円。安い。しかもこれ安く見えなくて、履いた時の感じとかも結構しっかりしてるんで、あと動きやすかったんで即決でした。他に濃いブルーとネイビーと、あとオフホワイトもありました。この色にしました。この色結構私の持ってる服には使いやすくて買いました。これなんか足をめちゃくちゃ綺麗に見せてくれるなと思って、ちょっとだけあのくるぶしのところらへんから見えるようになってます。ちょっと履いてみます。さっき見た感じがこんな感じでございます。めちゃくちゃハイウエストなんですけど、ちょっとでかいんですけど、ベルトしたら全然いけるし。はい、ということで次続きましてが、じゃん、こちらのブーツでございます。こんな感じでサイドゴアのブーツになってます。めっちゃ可愛くない？これ母が選んで
買ってきてくれたんですけど、めちゃくちゃ可愛い。丈もこんな感じで、いつも履いてるマーチンがこれぐらいか。結構めっちゃ可愛くないですかこれ。いろんなコーデに合わせて履きたいと思います。めちゃくちゃ可愛い。高級感しかない。品番とか調べようと思ってネット探してたんですけどなくて、この中のところにカルメンサラスって書いてあるんですけど、これ調べたらカルメンサラスっていうのは私初めて知ったんですけど、これスペインのブランドらしいです。ブーツです。めちゃくちゃ可愛い。なんかええやつやでって言ってたんですけど、ごめんなさい、ちょっと品番見つかったら書いておきます。でもめちゃくちゃほんまに可愛い。この革感結構厚底になっててめちゃくちゃ使いやすそう。いっぱい履こうと思います。お母さんありがたい。丈がこれぐらいです。私155センチなんですけど、はい、ということで次がもはや紹介するまでもないんですけど、ファミマの靴下たちです。緑とピンクと黄色とオレンジの靴下です。でピンク探してて全然なくて、いろんなとこ探しまくったらやっと手に入ったんですけど、1足429円でめっちゃ欲しなって4種類ゲットしたんですけど、ユニクロの方が多分安いなって思ってます。でも流行ってますよね今。はい、ということで今回は以上でございます。今回も安くて可愛いものをなんやかんや買ったので紹介しました。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価を押してもらえたら嬉しいです。バイバーイ。